赤ずきんちゃん。昔々あるところにちっちゃいかわいい女の子がありました。それは誰だってちょいと見ただけで可愛くなるこの子でしたが、でも誰よりも彼よりもこの子のおばあさんほどこの子を可愛がっているものはなく、この子を見ると何もかもやりたくてやりたくて、一体何をやっていいのかわからなくなるくらいでした。それである時、おばあさんは赤いビロードでこの子に頭巾をこしらえてやりました。するとそれがまたこの子によく似合うので、もう他のものは何にもかぶらないと決めてしまいました。そこでこの子は赤ずきんちゃん、赤ずきんちゃんとばかり呼ばれるようになりました。ある日お母さんはこの子を呼んでいました。さあちょいといらっしゃい、赤ずきんちゃん、ここにお菓子が一つとぶどう酒が一瓶あります。これを赤ずきんちゃん、おばあさんのところへ持っていらっしゃい。おばあさんはご病気で弱っていらっしゃるが、これをあげるときっと元気になるでしょう。それでは暑くならないうちにお出かけなさい。それから外へ出たら気をつけて。お行儀よくしてね。やたらに知らない横道へ駆け出していったりなんかしないのですよ。そんなことをして転びでもしたら、せっかくの瓶は壊れるし、おばあさんにあげるものがなくなるからね。それからおばあさんのお部屋に入ったら、まずおはようございますを言うのを忘れずにね。入るといきなりお部屋の中をキョロキョロ見回したりなんかしないでね。そんなこと私ちゃんとよくしてみせてよ、と赤ずきんちゃんはお母さんにそう言って指切りしました。ところでおばあさんのお家は村から半道離れた森の中にありました。赤ずきんちゃんが森に入りかけますと、狼がひょっこり出てきました。でも赤ずきんちゃんは狼ってどんな悪いけだものだか知りませんでしたから、別段怖いとも思いませんでした。赤ずきんちゃん、こんちは、と狼は言いました。ありがとう狼ちゃん。体操早くからどちらへ？おばあちゃんのところへ行くのよ。前掛けの下に持ってるものはなに？お菓子にぶどう酒。おばあさんご病気で弱っているでしょ。それでお見舞いに持ってってあげようと思って昨日お家で焼いたの。これでおばあさんしっかりなさるわ。おばあさんのお家はどこさ、赤ずきんちゃん。これからまた八九丁も歩いてね、森の奥の奥で大きな樫の木が三本立っている下のお家よ。お家の周りにくるみの生垣があるからすぐわかるわ。赤ずきんちゃんはこう教えました。狼は心の中で考えていました。若い柔らかそうな小娘、こいつは脂が乗っておいしそうだ。ばあさまよりずっと味がよかろう。ついでに両方一緒にパックリやる工夫が肝心だ。そこで狼はしばらくの間赤ずきんちゃんと並んで歩きながら、みちみちこう話しました。赤ずきんちゃん、まあそこら中きれいに咲いている花をごらん。なんだって方々眺めてみないんだろうな。ほら、小鳥があんなにいい声で歌を歌っているのに、赤ずきんちゃん、なんだかまるで聞いていないようだな。学校へ行く時のようにむやみとせっせこせっせこと歩いていくんだな。外は森の中がこんなに明るくて楽しいのに。そう言われて赤ずきんちゃんは仰向いてみました。するとお日様の光が木と木の茂った中から漏れて、これが
そこでもここでも楽しそうにダンスしていて、どの木にもどの木にも綺麗な花がいっぱい咲いているのが目に入りました。そこで、私おばあさまに元気で勢いのいいお花を探して花束をこしらえて持ってってあげようや。するとおばあさん、きっとお喜びになるわ。まだ朝早いから大丈夫、時間までに行かれるでしょう、とこう思ってついと横道からその中へ駆け出して入って、森の中のいろいろの花を探しました。そして一つ花を摘むと、その先にもっと綺麗なのがあるんじゃないかという気がして、その方へ駆けていきました。そしてだんだん森の奥へ奥へと誘われていきました。ところがこの間に隙を狙って、狼はスタコラスタコラおばあさんのお家へ駆けていきました。そしてトントンと戸を叩きました。おや、どうなった？赤ずきんちゃんよ。お菓子とぶどう酒をお見舞いに持ってきたのよ。開けてちょうだい。取っ手を押しておくれ。おばあさんはご病気で弱っていて起きられないのだよ。狼は取っ手を押しました。戸はボンと開きました。狼はすぐと入っていって、何にも言わずにいきなりおばあさんの寝ているところへ行って、あんぐり一口におばあさんを飲み込みました。それからおばあさんの着物を着て、おばあさんの頭巾をかぶって、おばあさんの男にごろりと寝て、カーテンを引いておきました。赤ずきんちゃんはでもお花を集めるのに夢中で森中駆け回っていました。そしてもう集めるだけ集めて、この上持ちきれないほどになった時、おばあさんのことを思い出して、またいつもの道に戻りました。おばあさんの家へ来てみると、戸が開いたままになっているので、変だと思いながら中へ入りました。すると何かがいつもと変わって見えたので、変だわ。どうしたのでしょう。今日はなんだか胸がワクワクして気味の悪いこと。おばあさんのところへ来ればいつだって楽しいのに。と思いながら大きな声で、おはようございますと呼んでみました。でもお返事はありませんでした。そこで男のところへ行ってカーテンを開けてみました。するとそこにおばあさんは横になっていましたが、頭巾をすっぽり目まで下げて、なんだかいつもと様子が変わっていました。あら、おばあさん、なんて大きなお耳。お前の声がよく聞こえるようにさ。あら、おばあさん、なんて大きなお目目。お前のいるのがよく見えるようにさ。あら、おばあさん、なんて大きなお手て。お前がよくつかめるようにさ。でもおばあさん、まあなんて気味の悪い大きなお口だこと。お前を食べるにいいようにさ。こう言うが早いか、狼はいきなり寝床から飛び出して、かわいそうに赤ずきんちゃんをただ一口にあんぐりやってしまいました。これでしたたかお腹を膨らませると、狼はまた寝床に潜って長々と寝そべって休みました。やがてものすごい音を立てていびきをかき出しました。ちょうどその時、狩人が表を通りかかって、はてなと思って立ち止まりました。ばあさんがすごいいびきで寝ているが変だな。どれ、何か変わったことがあるんじゃないか。見てやらずばなるまい。そこで中へ入ってみて、寝床のところへ行ってみますと、狼が横になっていました。ちきしょう、この罰当たり目が。とうとう見つけたぞ。長い間貴様を探していたんだ。そこで狩人は
すぐと鉄砲を向けました。途端に、ふとことによると、狼のやつ、おばあさんをそのまま飲んでいるのかもしれないし、まだ中で助かっているのかもしれないぞ、と思いつきました。そこで鉄砲を撃つことはやめにして、その代わり、ハサミを出して、眠っている狼のお腹を、ジョキジョキ切り始めました。二ハサミ入れると、もう赤い頭巾がちらっと見えました。もう二ハサミ入れると、女の子が飛び出してきて、まあ私、どんなにびっくりしたでしょう。狼のお腹の中、それは暗いったらなかったわ、と言いました。やがておばあさんも、まだ生きていて、這い出してきました。もう弱って、虫の息になっていました。赤ずきんちゃんは、でも早速、大きなゴロ大石を、縁やら縁やら運んできて、狼のお腹の中にいっぱい詰めました。やがて目が覚めて、狼が飛び出そうとしますと、石の重みでへたばりました。さあ、三人は大喜びです。狩人は、狼の毛皮を剥いで家へ持って帰りました。おばあさんは、赤ずきんちゃんの持ってきたお菓子を食べて、ぶどう酒を飲みました。それですっかり元気を取り返しました。でも赤ずきんちゃんは、もう、二度と、森の中で横道に入って、駆け回ったりなんかやめましょう。お母さんが行けないとおっしゃったのですものね。と、考えました。おしまい。